今日もゆるーく撮影していこうと思います。今日は、2023年の1月23、24日ですね。なんでここにこんなに並んでいるかというと、今日は、個人的な連休2日目なんですけど、ちょっと荷物の整理をしてて、こういうものが出てきたんですって、出てきたっていうか、これあれなんですよね。去年、1ヶ月くらい、入院してたんですよ。で、その時に使ったものを今ここに集めてきてるんですけど、その入院の時に、使ったものをここで今 Vlog でまとめておこうと思います。家族の入院だったりだとか、自分の入院だったりだとか、なんかそういう機会に参考にしていただけたらなと思います。自分もまた入院するかもしれないので、その時のための、保存用として取っておこうと思います。ちなみに人生で2回くらい入院したことがあって、1回目は1週間ですね。で、2回目は1ヶ月だったので、1ヶ月だと結構長くて荷物が多くなっちゃったりして、こんな感じですね。こんな感じで入院のしおりをもらうんですよ、入院ってなると。で、なんかここに書いてあるんですよね。持って、必要なものみたいなの。ちょっと今日も、ゆるーく飲みながら行きたいと思います。よいしょ。いただきます。しおりをもらうんですよ、入院の。で、必要なものが書いてあるんですよね。で、特に当時、まだ今もそうだと思うんですけど、まだコロナの真っ只中で、面会が全くできなかったので、基本荷物は、インフォメーション経由で、届けてもらうか、もしくは、もうコンビニで全部調達するみたいな。私が入院したところは大学病院だったので、コンビニも、2個くらいついてて、コンビニもちゃんと大きくていろいろ売ってたところだったので、洋服以外は全部そこで買えたんですけど、でもその入院する病院によって、やっぱり外から届けてもらわないといけない時とかあると思うんですよね。だから、ちょっとその病院によって変わってくるかとは思うんですけれども、っていう感じですね。ちなみに、このしおりだと、書いてあったと思うんだけど、入院に準備するもの、こういうふうに書いてあるんですよね。こういうふうに。日用品とか衣類とか書いてあるんですよね、必要なものが。なのでこういうのを見て参考にして準備しました。ですかね。ちょっとじゃあ順番に、まとめていきたいと思います。まずタオルとあれですかね、パジャマ今着てるのと、あと、私は3着用意しました。これと、あと色違いで、これですね。YouTube で使ったりしてるんですけど、3着用意しました。洗濯するし、汚れるかもしれないので、3着くらいあったら、ほっと足りるかなと思って、3着用意しました。で、パジャマなので、肌着と違って、別に毎日洗わなくてもいいなと思ったので、あれですね、毎日分は持っていかずに、3着で使いましたね。で、何でしたっけ、病院によっては選べないとこもあるんですけど、基本的には、
そのレンタル、タオルとパジャマをレンタルするか、もしくは自分で持って、こうやって私みたいに持っていくかみたいな選べると思うんですけど、まあ私は持ち込みました。まあ理由はいろいろあったんですけど、まあそのね、これからも入院するかもしれないし、そうするとまた使うだろうしっていうのもあって、まあいろ、まあ他にもいろいろ理由があるんですけど、持ち込みました。なのでタオル、パジャマ3着これ着てるのと3着と、あとあれですね、バスタオルはまあいろいろ使うかもしれないと思って、ここに並んでるのは 5個、なんだっけ、5枚あるんですけど、これバスタオル全部ですね。もうちょっと今はもう結構使っちゃってるから疲れてるのあるんですけど、5枚と、あともうちょっと1、2枚余分に持ってた気がしますね。で、なんか当時そのデパートで買った時に、これはちょっとラルフローレンがお気に入りで、全部ラルフローレンで合わせてあるんですけど、なんか当時、まあ、コロナも流行ってるし、なんか白いバスタオル流行ってますよって言われて、で理由はまあなんかすごい衛生的で、なんか汚れたのがすぐ分かるから、まあそのタオルの替え時がその今衛生にすごいみんな気を配ってる時期だから、白いタオルが流行ってますよって言われて、とりあえず白と、あとはまあなんかその時の置いてあるのを選びましたね。まあ1月くらいだったかな、買ったの12月かな、まあなんかそのくらいの時期だったので、なんかこういう赤と白とかそういう系だったのちょっとわかんないですけどバスタオルですね、このくらい持っていきました。バスタオルと、あとはフェイスタオルですね。ここに今3枚、これも全部ラルフローレンで統一したんですけど、ここには3枚しかなくて、あとプラスで4枚くらい、そっちはラルフローレンじゃないやつなんですけど持っていきましたね。まあ、毎日お風呂入ってシャワーは入れたので、私の入院の場合はなので、そのフェイスタオル1日1枚ずつ使ってましたね。2枚使ってたのかな、2枚使ってた気がする。それで洗濯で回してた気がしますね。でもあれですよね、お風呂とか入らなくても歯磨きとか朝顔洗ったりとかするとやっぱフェイスタオルって使うと思うので、まあ、しかも薄くてそんなかさばらないから、フェイスタオルはまあいっぱいあっても全然便利だなって思いますね。ですね、タオル系、タオルで、あとあれですね、肌着10枚くらい持っていきます。肌着、これはもう毎日買えるものだから、たくさん持っていきました。これはちょっと安いやつなんですけど、綿 100% で肌触った割りですね。で、あとはその下の下着はもういっぱい持ってきましたね。10ぐらい持ってたのかな。それも、いや、もちろん毎日使うのでっていう感じですね。なのでこの辺はあれですよね、だから肌着はまあその肌着と下着かは病院のレンタルセットではどっちにしろついてないので、普通にそれは全員用意しなきゃいけないものだけど、このバスタオルとフェイスタオルとパジャマ、これは病院の申し込むなりですね、こうやって私のように用意していくなりって感じですかね。ですね、あとはあれですよね、普通に使う日用品、普通にシャンプー、リンス、当時はあれだ、ビタルサスン使ってたので、ビタルサスンですかね、持っていきました。シャンプー、リンスとヘアパックみたいなやつ、ヘアパックみたいなやつと、あとあれですね、乳液とか化粧水とかそういう系一式持っていきましたね。ですね、普通に日常品、日用品ですかね。
あとはドライヤーは借りれるんですけど、まあ、病院のやつじゃなくて、なんかなんだろう、くし形とか、なんかその自分の好みのがいいとかだと、自分で持っていて使うっていう感じですかね。あとは普通に、携帯とかは、メールとか別に、アイベアとかでも使えるし、充電もさせてもらえるし、私は、パソコンを持ち込んでたので、で、Wi-Fi も使える病院だったので、フリー Wi-Fi で、あれですね、ずっとパソコン使ってましたね。普通にコンセントは借りてましたね。ですかね。あとは、テレビを見るときは、カード、テレビカード買うんですよ。で、洗濯機も、ドラム式の、ドラム式？ドラム式のがついてて、あれですね。テレビカードと一緒のやつでしたね。で、これだ。ドラム式のがついてて、はい、一回500円で、まあ乾燥が足りなかったら追加で使うみたいな感じでしたね。で、コンビニでこれ洗剤も買って、これを使っていました。なので、コンビニでとりあえず何でも揃うんで、最近の入院って多分あれなんでしょうね、面会ができれば多分家族にいつもいろいろ全部持ってきてもらうんでしょうけど、 あとあれでしょうね、ご自分では買い物に行けない方とかだったら多分持ってきてもらわないとダメだけど、基本的にまあ自立してる人はコンビニで全部揃います。なのであれですね、お金があればとりあえずなんとかなりますね。ですかね。で、こういう荷物を私はその旅行用のキャリーケースに入れて持っていきました。1ヶ月分の荷物だから、大きいキャリーケース。なんか最近そういう方結構いて、私だけじゃなくて、お向かいの患者さんも大きいキャリーケースだったし、おじいちゃんとかおばあちゃんも普通にキャリーケース、まあ私のよりおじいちゃんとかちっちゃかった気がするんですけど、キャリーケース使ってますね。あとはなんかその、なんだろう、ツルツルのキャリーケースじゃなくて、黒い布のキャリーケースとかで、まあ持ってくる方、まあ昔からそれは変わらないんでしょうけれども、なんかそういう方も結構いますね。こんな感じですかね。こんな感じなのかなっていう感じですね。ですね。こんな感じでの荷物を私は用意していきました。ですね、こんな感じで今日の Vlog は終わりにしたいと思います。入院に必要な物品の紹介でした。